アルバート・マイケルソン、アルバート・エイブラハム・マイケルソン、アルバート・エイブラハム・マイケルソン、1852年12月19日から1931年5月9日は、アメリカの物理学者、アメリカ海軍士官、高速度やエーテルについての研究を行った。1907年、工学に関する研究によって、ノーベル物理学賞を受賞した。これは、科学部門における、 アメリカ人初の受賞でもある。プロイセン王国のストシェルノやネバダ州、バージニアシティといった町で育った。高校時代はサンフランシスコのおばの下で過ごした。なお、このおばの娘が作家となったである。1869年、大統領ユリシーズ・グラントの命によってアメリカ海軍兵学校に入学。そこで4年間、工学、熱、気候学、 製図などを学んだ。1873年に卒業すると海軍に入隊して2年間養生で過ごし、1875年には兵学校に戻って1879年まで科学と物理学の講師を務めた。1879年、ワシントンの公開年環局に異動となり、サイモン・ニューカムと共に働くようになった。しかし翌年彼は休暇を願い出て、 ヨーロッパで学ぶための旅に出た。ベルリンやハイデルベルクの大学、パリのコレージュとフランスやエコールポリテクニークを訪れている。マイケルソンは科学に魅了され、特に高速度の測定という問題に惹かれるようになる。1877年、平学校での授業の一環としてアナポリスで高速度測定実験を始めていった。ヨーロッパで2年間学んだ後、 1881年に海軍を退官。この頃マイケルソン干渉系を発明。1883年、オハイオ州クリーブランドのケース工科大学で物理学教授の職を得、そこで干渉系の改良に取り組んだ。1887年、エドワード・モーリーと共に有名なマイケルソン・モーリーの実験を行い、エーテルの存在を事実上否定することになった。 その後天体干渉計を使った天体観測に転向し、天体の直径の測定や、連星の距離の測定などを行った。1889年、マサチューセッツ州ウースターのクラーク大学の教授となる。1892年には新たに創設された、シカゴ大学物理学部門の学部長に就任した。1899年に結婚。 一人の息子と三人の娘を設けた。1907年、干渉系の考案とそれによる、文工学及びメートル元気の研究によりアメリカ人初のノーベル、物理学賞を受賞。同年、コプリメダルも受賞した。また、1916年には、ヘンリー・ドレーパーメダル。1923年には、王立天文学会ゴールドメダルを受賞。月には、 彼の名を冠したクレーターがある。78歳の時、カリフォルニア州パサデナで死去。シカゴ大学には彼の名を冠した建物マイケルソンハウスがある。ケースウェスタン、リザーブ大学にも彼の名を冠した建物があり、アメリカ海軍兵学校の科学部門の建物もマイケルソンの名を冠している。カリフォルニア州、リジクレストのチャイナレーク海軍武器補給所にある。 マイケルソン研究所もマイケルソンにちなんだものある。アメリカ海軍士官だった1877年頃からマイケルソンはレオン風光の回転鏡を使った高速度測定法の改良を計画し始めている。1878年大幅に改良した装置を使った最初の測定を行い同様の研究を計画していたサイモンニューカムに注目されるようになった。 1879年、マイケルソンは299,910秒速 50km という測定値を発表しており、その後アシントン DC のサイモン・ニューカムの下で、ニューカムの測定実験の助手を務めることになった。その後二人は親友となり、長い協力関係を築くことになる。ニューカムのプロジェクトは、資金も潤沢で299,860。 秒速 30km という測定値を得ている。これはマイケルソンのそれまでの結果よりさらに正確である。マイケルソンはその後も技法の改良に取り組み、1883年に299,853秒速 60km という測定結果を発表。ニューカムのものよりさらに正確さが増している。1906年。 アメリカ国立標準局の EB ローサと NEDC が電気を使った全く新たな測定法を考案し299,781秒速 10km という測定値を得たただし当時の電気に関する知識の不足から後にこの測定値は低い方に偏っていたことが判明している九百二十年からマイケルソンはウィルソン山天文台で 最終的な高速度の測定を行う計画を立て始めた。それは、ウィルソン山から東に22マイルほど離れたサンアントニオ山の南の領に突き出たルックート山までを基船とする計画である。1922年、米国沿岸測地測量局は2年をかけ、新たに利用可能となったインバーのテープを使ってその基船の測量を綿密に行った。百二十四年に、 気線の長さが確定すると、さらに2年をかけて高速度の測定を行い299,796秒速 4km という値を得た。この測定は、山火事で発生した煙で鏡像がぼやけるなど、多数の問題に見舞われたことでも有名である。また、1925年6月29日に、マグニチュード6.3のサンタバーバラ地震が起き、 気線の測量に100万分の1程度の誤差が生じたと見られている。1927年以降、電子工学機器を使った全く新しい高速度測定法が開発された。それによって得られた高速度は1926年のマイケルソンの測定値よりもことごとく低かった。マイケルソンは新たな測定法を探し求め、 大気の影響を避けるために真空にしたチューブを使うことを考えた。1930年、フランシス・ピーズやフレッド・ピアソンと共にカリフォルニア州パサデで 1.6km の真空チューブを建設し、測定を開始した。233回の一連の測定のうち36回が完了した時点でマイケルソンは亡くなった。その後地質的不安定さなどの問題に見舞われたが、 1935年に発表された測定値299、774秒速 11km は電子工学的測定法の結果とほぼ同じだった。1887年、ウェスタンリザーブ大学のエドワード・モーリーと共に、当時光の媒質として仮想されていたエーテルを検出するため、光点運動する地球とエーテルの相対運動による、 波の干渉をを出する実験を繰り返した、マイケルソン・モーリーの実験。ところが、もしもエーテルが光の倍質として存在するのなら、当然生じるはずの干渉現象が見出されなかった。マイケルソンはその結果に驚き、翌年もさらに精度を上げて実験を繰り返したが、やはり干渉は起きなかった。この実験結果の影響は大きく、干渉が起きなかったことを説明するために、 ヘンドリク・ローレンツが、ローレンツ収縮の方程式を考案したほどである。このことは、あらゆる方向に運動する物体から観測する、光速度は常に一定であるという、高速度普遍の原理の発見につながり、後に、アルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論の根拠とな、そのため、極めて意味の大きい失敗と言える。なお、 アインシュタインが特殊相対性理論を構築する際にマイケルソン・モーリーの実験のことを知っていたかどうかという歴史的議論もあったこと相対性理論ではエーテルは不要とされている。1920年から1921年にかけてマイケルソンとフランシス・ピーズは世界で初めて太陽以外の恒星の直径を測定した。彼らはウィルソン山天文台の天体干渉系を 使い、ベテルギウスの直径を測定。この技法を後に、アントワーグラベリーが発展させた。マイケルソンは、その後、天体の直径や、連星の距離の測定を、主に研究するようになった。ボナンザというテレビ番組、西部劇の1エピソード、ルック2ザスターズ、1962年3月18日放送、で、主人公は16歳のアルバート・マイケルソンが、 海軍兵学校に入学するのを助ける。ボナンザワ・マイケルソンが海軍兵学校に入学する前に住んでいたネバダ州バージニアシティが舞台となっていた。エピソードの最後に主人公のナレーションでマイケルソンが1907年にノーベル賞を受賞したことが語られている。カリフォルニア州マーフィーズでマイケルソンが住んでいた家はというワイナリーのテイスティングルームになっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。